はようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことでね、今日も元気にサカツクやっていきます。よろしくお願いします。さあ今回はですね、ランキングマッチ終わりましたので、ちょっとですね反省会やっていきたいと思います。というのもですね、結構今回のランクマッチで、まあ、見えてくるものがありまして、もちろんね私だけって言った可能性も十分あるんですが、一概にそうとも言い切れないかなと思うので、今回ちょっとね反省会やっていきたいと思います。ちなみにですね、まだ最終ランキング出てないんですが、私現在2628ポイントで、700位ぐらいなのかな、565位ですね。なんでまあこっから落ちることは1000位よりね下に落ちることはないかなと思うんですが、ちょっとね500位以内にたどり着かなかったといったところで、今回はですねなんでたどり着かなかったのかっていったようなお話もさせていただきたいと思います。はい、ということでですね、まずはですねランキングマッチと SWCC の一番大きな違いを説明するんですが、皆さんも分かってることは当然のことだと思うんですけれども、 SWCC はですね、基本的には最終トーナメントね、最終予選以外に関しては、ベスト16以降のねトーナメントに関してはもう絶対ね勝つか負けるかの勝負なので、1か0かなんですよね。1か0か、でまあ引き分けでも、かなり順位としては、勝ち点がね3なんで、引き分けだと1ですよね。勝った場合は3点、一律3点、引き分けた場合は一律1点がもらえるっていった感じになっております。で、最後のベスト16以降は引き分けとかはないですよね。はい。で一方アリーナツアー、ランキングマッチですね、今現在来てるこのランキングマッチっていうものは、基本的には SWCC のね最終のベスト16以降のように引き分けというものもないですし、あともう一つはですね、このランキングイベント引き分けすごく弱いんですよね。勝ち続けることで連勝ポイントが手に入りまして、例えばね引き分けた場合手に入るポイントって5ポイントぐらいなんですが、勝った場合手に入るポイントっていうのが50ぐらい、連勝があるのであればそれが60になって70になって80になってね90になって100になっていくような形ではあるんですが、1回でもね負けなくても引き分けてしまったら終わりと。でさらにですね、さっきのその SWCC の話と比べてみますと、SWCC の場合は引き分けが1点勝ちが3点なので連勝が関係ないですし、単純に勝ったら引き分けの3倍点が入るんですよね。ただ3倍点というか3倍ポイントが手に入るんですが、このランキングイベントに関しては引き分けと勝ちでね10倍近くの差があると。引き分けた場合は5ポイント、勝った場合は50ポイントで、さらに勝った場合はね連勝ボーナスつくならそれ以上の倍率がついていきますので、最低10倍、高いとね20倍30倍といったような差がね引き分けと勝ちの間にあるといったところで、アリーナランキングイベントはどんなイベントかといったら、 SWCC に比べてもちろんねどのイベントもそうなんですけれども、とにかく引き分けより勝たねばいけないんですよね。ということを踏まえてねちょっと今回お話しさせていただくんですが、私が使ったフォーメーション4つです。まず中央トップはバルデアマレーラ、そしてポゼッションレパリジャン、カウンターがスリリング3ですね。で、サイドアタックのラフィダンザータといったような感じの4つのフォーメーションでやったんですが、スリリング3のみねかなり連携戦重視でやっておりまして、このベンゼマの位置とかねハムシクの位置もっといい選手入れたんですが、例えばねガトゥードとかも、ハムシクの位置に入ってきたんですが、やっぱりちょっと今回は連携戦重視といったところでカウンター多めに置いてみました。結構ね中央突破のフォーメーションも、多いのかな、中央突破多めでやってはいるんですが、この4つのフォーメーションの中でですね、私が今回最も、500位以内に入れなかった原因というのもこのバルデアマレーラでございます。こちら、総合値7万9000ぐらいのね3万近く離れている、ブルーインパクト相手に引き分けてしまったりですね、総合値2万以上離れている8万数千の、レパリジャン相手に勝てないと、点が入らないんですよね。とにかく
まあ、ロス・コロチョネロスに比べてバルデアマレーラはね、パスカットタックルマークの、まあ、パスが入っていると。パスカットタックル確かあっちはスピードかフィジカルタットマークなんですが、まあ点が入らない。はい、とにかく点が入らないんですよね。引き分けがすごく多い。8連勝ぐらいしてて、まあね、もうこれはいけるでしょみたいな、総合値の差2万5000あるし戦術より取ってるしみたいなところでも、ちょっとバルデアマレーラだと勝ちきれないかなといったところが何回かありましたね。本当に1回ではなく何回かありました。なんでね、今回本当に私はバルデアマレーラではなくて、例えばね、悔やんでも悔やみきれないんですが、イエローサブマリンとかで挑んでいたらもうちょっといい成績残せたのかなとか思います。ただですね、勘違いしてほしくないんですけれども、決してですね、決してそのバルデアマレーラが弱いと言っているわけではないんですね。ここだけちょっと分かっていてほしいんですが、十分やっぱり強いフォーメーションコンボなんですけれども、このね、引き分けにほとんど価値がない、まあ、イベントではちょっとバルデアマレーラ厳しいかなと。点が入らないから勝てない、勝つためには点を取らなければいけないので、今回のイベントはですね、負けは引き分けと、あ、違う、引き分けは負けと同じなんですよね。勝つか引き分ける、負けるか、勝ち以外は負けなんですよね。 SWCC は本当にね、ベスト16に選ばなければ結構強めの人とね、引き分けてもいいかなとかって思うんですが、今回のイベントは引き分けが許されないイベントだったので、まあ、かなりねちょっと難しかったのかなと。ボルダーマレーラのね、本当にしっかり守る良さっていうものがあんまり出にくかったんですよね。はい、ということでですね、やっぱりこのランキングマッチはですね、勝ってなんぼのイベント、もちろん SWCC も勝ってなんぼのイベントではあるんですが、 SWCC はね、なんていうのかな、やっぱりその、まあ、目標が高すぎるので、16位以内に入るっていうね、目標が高すぎるので、まあ、そこまで狙えない人にとってはですね、まあ、引き分けで勝ち点1取っても十分いいでしょうみたいな場面多くあると思います。はい、ただやっぱりね、今回の、ランキングウェイトで引き分けでいいと思った試合でも、おそらく皆さん1試合もなかったと思うので、私はですね、あんまりその、まあ、入れ替えもせずにですね、まあ、ちょっとやっちゃったのももったいなかったかなと思うんですが、始まった時950ぐらいあったのかな、お金が。それが3日間で私80、まあ、結構減ったっちゃ減ったんですけど、そんなね、がっつり回さなかった、ぐるぐる対戦相手更新しなかったっていうのも、まあちょっと一つもったいなかったかなとも思うんですが、それよりもですね、やっぱりバルデアマレーラ、こちらが問題でしたね、正直。はい、一方ですね、やっぱり今回のイベントで頼りになったのはスリリング3が本当に頼りになりました。ちょっと中途半端なね、中央トップのフォーメーション全部刈り取りに行ってくれたので、レパレジャーもね、かなりバランス良くて、パスドリブルパスカットパワーっていうね、シュートないんですがパスドリブルっていうオフェンス2つ上がるレパレジャー、きちんとやっぱり勝ち切ってくれましたし、ラフィダンザータの場合はですね、まあ、ちょっとここ難しいっちゃ難しいんですが、やっぱりこの3トップに、トップ下いての両ミッドフィルダーもいてっていうね、かなりこちらも、まあ、キープパスカットっていうのもあるんですが、まあ、ちゃんとパスもついていて、バルデアマレーラに比べたらかなり攻撃的なフォーメーションコンボではあるんですが、こちらもね、まあ、ある程度やっぱり活躍してくれたかなと。でなったところでやっぱりね、守備的すぎると、決して弱いって言ってるわけでもないですし、皆さんのね、バルデアマレーラ、いやうちはもうバルデアマレーラで全勝したよみたいな方もいるかもしれないんですが、おそらくですね、バルデアマレーラでちょっともったいない引き分けをねしてしまった方多かったんじゃないのかなと思います。ってことで、SWCC とねランキングマッチちょっと形式が、まあ、違いますので、次回以降のね参考にして、ちょっと気をつけていけたらなと思います。ちょっとね、私も SWCC の方の結果を引きずりすぎていまして、バルデアマレーラにね全幅の信頼を寄せていたんですが、やっぱりちょっとイベントの形が違うのでね、どんなところでも最強のフォーメーションコンボっていうのは、まあそら、まあ、ないのかなと、思いますので、次回以降ちょっとね気をつけてやっていきたいと思います。まあ、GB のね700個ぐらいはいいんですが、星5確定スカウトチケットね、もう一枚手に入ったら美味しかったかなと思いますので、またね、もしも次回ランキングマッチイベント来た時には、もうちょっと頑張ってね結果出していければと思います。ってことで、私はまあ1000位以内には入れるのではないでしょうか。
ということでですね、ここまでご視聴ありがとうございました。ちょっとね、今回はフォーメーションの使い分けではないですが、イベントごとにね、挑むフォーメーションちょっと考えてみてはいかがですかといったお話でした。ここまでご視聴ありがとうございました。皆様の良きゲームライフに乗っております、豆腐でした。バイバイ。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を済みてない方は、グッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますのでお願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね、見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております、豆腐でした。バイバイ。